はい、じゃあクビです。新たな主任講師がいるってことですか。どうせ行くんだったら東大よりいいとお題始まりました。森田チャンネル。さあ今回は松原さんにおいでいただきました。どうも。今日は一体何なんですか。ここに椅子が1個ありますけど、ポイズンですか。本来いるはずのポイズンが今いないという、はい、ちょっとご説明をしたいなと思ってました。おー、ほいほいほい。トイックもあんま満足に受けてない状況 で、はいはい、でその理由っていうのが、うん、まあ、指導業務とか、はい、講師の教育とか、はい、そういうのに僕がちょっと仕事をさせすぎて、はいはい、勉強時間が取れない状況を僕はちょっと作っちゃっていて、うんうん、でそうすると、まあ、ちょっと視聴者さんからすると、まあ、ポイズンの勉強風景見れない状況なんで、はいはいはい、そうですね、一旦その説明をちょっとしたく、はいはい、まあ、僕が原因でちょっとお見せできないことをまずお詫びしたいなと。なるほど。すいませんでした。トイック受けられないってことですね。ちょっと今受ける余裕がないぐらい追い込まれてます、はい、彼は、はい、じゃあクビですトイック受けられないならクビです。一応頑張って、ね、はい、仕事とか指導やってるんで、はい、まあ一旦ちょっとそっちの方がまずしっかりね、あの やらせるべきかなっていうところで、うん、どうしようかなと思った時に、はい、すごい人物を見つけてしまいまして。お、新たな主任講師がいるってことですか。いやもう正直ポイズンの日じゃない。おお、そうなんですね。はい、もうザ・英語っていう人です、ね、ザ・英語そんな言い方なるほど。じゃあ、はい、登場してもらいましょう。はい、そんな漫才師みたいなどうもこんにちは、ヤンです。はい、よろしくお願いします。ヤンで行くんですか、ヤンチームで行くんですか。どっちで行きましょう。どっち。でもなんかヤンチームで出てたけどヤンチームで行きましょう。はい、こんにちは。ヤンチームはい、がベーシス首席講師の、はい、首席講師なんですね。チムさんです。ヤンチムさんになっちゃった。ミュと名前が、はい、ヤンチムさん、ベーシス首席講師を拝命いただきました、うん、ヤンと申します。よろしくお願いします。まあ、今までもね、いろいろとチャンネルには出てきてもらって、まあ、あとはユーテラにも登場してさせ、ね、ていただきまして、はい、改めまして、はい、ヤンさんなんですけど、どういった感じでなったんですか。もともとヤンさんと僕は仲良くさせてもらって、はいはいはい、でヤンさん自身がやっぱご経歴がすごい持ってらっしゃって、はい、まあ、まず早稲田の国境に受かられて、ははで、その後ロンドン大学も卒業されてて、うん、で英語もちろんペラペラ で、うん、で受験英語も詳しく、うん、で留学系 その英語試験にも強いということで、うん、ベーシスはもちろん英検準1級とかトイック800ぐらいまでがマックスなんですけども、はいはい、まあ、それを引っ張っていただくには十分すぎるご経歴だなというところと、まあ、一緒にいて楽しいので一緒にいて楽しい、はい、ベーシスに広げられるかなと思って、はい、森田さんともご関係があったので、はい、じゃあそうですね、ヤンチームだったらもっと上のレベルにね、引き上げるのもできる、ね、と思いますし、はい、じゃあちょっとヤンチーム、はい、どういったレベルなのかってね、はい、聞いていきたい。あ、なるほど。まずは僕が試されてるわけですね。そうですね。やっぱりまあ多分これからね、まあ、このチャンネルに来たからには受けさせられると思って。そうですね。まあ、やっぱりポイズンが受けれないからっていう。そうですね。はい、やっぱポイズンさんと違うところは、まあ、おそらく僕は試験を受けるっていうところが一番の違いで、なるほど、彼も受ける気満々だったんですけど、うん、僕がちょっと仕事振りすぎたっていう僕のちょっとね、うん、管理不足があるんで、うん、じゃあ松原さんも受けるということで、まあ、僕も受けますとりあえず松原さんも受けるんですね。あのとりあえず、はい、700ぐらいの今まででもトイックは受けたことはない。トイックはですね、ないですね。ただまあ今までいわゆる受験英語もね、普通だと予備校通ってましたから。そうですね、普通に予備校通ってました僕。それで、まあ、まあまあいろんな国転々として、はい、あれ中学校でしたっけ、単身イギリス行ったの。そうです、中学校で、はい、島流しに、はい、はい、すごいですね、中学校で単身イギリス行ったっていう。すごい。どこに帰ったんですか。イギリスですね、はい、オックスフォードで中学時代を過ごしました。そうなんですね、先生のとこに、ね、あ、そうです、してたんですよね。しかも両方とも英語の先生の夫婦だったんですよ。へー、すごい。だから学校終わっても英語漬けですもん。はあ、飯食ってる時に英語の授業始まります。へえ、その文法はねみたいな。ええー、バットは文法から本当始まっちゃいけないんだ、口語だけだよみたいなこと普通に飯食いながら、はい、その後ベルギーって。そうなんですよ、はい、親戚のところ行ったんですよね。で日本のインターナショナルスクール挟んで早稲田の国境、そうからまたイギリス戻って、こうやってきたら普通考えたらでイギリス行ってベルギー行ってインターナショナルスクール日本で通ってたら推薦じゃないですか、どう考えたって。普通はね、栄養推薦、栄養とかそういうので早稲田行くのかと思いきや、その時僕本当反抗期だったので早稲田の文学部の日本部にすごい行きたいなと思ってたんですよ。推薦がなくて、はい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 、でも結局早稲田の文学部だけ受からなくて。そうだったんですね。他の早稲田の学部とか上智の外語とか全部受かったんですけど、
他早稲田はどこ？社学とか、はい、あとは商学部、はい、みんながもううわー行きたいよってこうやってなってるところですね。そうですね。あと法も受けたかな。それでそれらを蹴って、はい、国際教養で、はい、国際教養部来ましたね。で国際教養入ったんで、はい、だから本当に予備校通ってました、ね、予備校通ってました、はい、国語とかもやってるので、そうです、もう電眼と同じ予備校通ってたんで、そう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 なんで実績確かなやってますので、そういう力がありますので、はい、その見地を生かしてやっていくっていう形になりますんで、はい、いやすごい早稲田そうやって行ってね、はい、国際教養入って でも留学行ってないですもんね。そうなんですよ、まあ、反抗期まだ続いてて、はい、みんな留学行かなきゃいけないのに、そうそう国際教養って必須なんですよそうですね、必須なんですけど、はい、僕は今まで海外にいたし大学院でも海外に行くから4年間は日本にいたいんだって思ってわがまま通っちゃったんですよねあんまないらしいんですけど見た目使ったんですね。そうです、見た目日本人じゃないでしょ、ないでしょっていう外国人が海外留学おかしいよねおかしいよね。実際ね、もういろんな国行かれて住まれてますからね、今更ですよね。でだって早稲田の国際教養も早く卒業したんですもんね。ああ、やっぱ嫌われてたんでしょうね、早く追い出されました3年半で、そうね、一応ちゃんと卒業証書もらいました、はい、追い出されたんですけど3年半で早稲田の国際教養の飛び級みたいでいいじゃないですか、うん、もう本当すごい、せっかちだで、あれですもんね、他の人たちがこう留学してる、はい、ね、友達が留学してて、そうなんですよ、あの2年から3年の間みんな留学してるんですけど、僕夏休み使ってその留学してる友達の先回るっていうめっちゃ暇なことやってました。行きたくなかったんじゃないかっていうかっていうね、はい、もう面白経歴の持ち主なんですけど、この辺のね話は実は僕武田塾イングリッシュで全部聞いてるんですぜひそちらのチャンネルも見てくださいで国際教養出て、はい、でイギリス行ったんです、ね、イギリス行って、その当時の IELTS が、はい、IELTS が8ですね、アベレージ8で行きましたね、はい、はいはいはい、パッと取ったわけですね。まあ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 、まあ、練習いっぱいしました、はい、っていうのでやって、トフルとかもやってたんですか。トフルは国境の在学中にやっぱこれも必修なんですよね、はいはいはい、IBT と ITP ですね、 ITP ですね、紙のやつですね、もう全員一律受けさせられるので、そうなんですね、IBT が111とか、ああなるほどなるほど、はい、すごいすごい素晴らしい、さすがにあれ満点なかなか難しいですね、はい、難しいですね、バケモンです取るのは、100超えてりゃいいかなと、うん、イギリス行ったわけですもんね、イギリス行きました、はい、また大学が、はい、まずロンドン大学キングスカレッジっていうところと、はい、最後最終学歴は修士号を取ったのはユニバーシティオブエセックスっていう、はいはいはい、両方とも政治系の学部で、うん、そうですね、どうせ行くんだったら東大よりいいとかそういう理由で行ってます。いやもう間違ったブランディングして、もうどんどんその話もう令和のところとかで林社長とかにも言われるんですけど言わなきゃよかったと思って受験生全員的に回してますからあれですね、なんかミリタリー学びたくてあ、そうなんですよね、国際紛争系の、うん、まああんまり日本では盛んじゃない学問だったんで、はい、イギリスでまたちゃんとやりたいなと思って勉強しに行ったんですけど、うんうん、まあそれが今の生活に生きてるかっていうとまあそうでもないんですけど、うん、もともと大学も一応僕早稲田で後輩 で、ねはい、会社も後輩なんです。実はそうなんですよ、そうです、金融系に、はいはいはい、行ったんですよね。もともと僕はあの UFJ 銀行で買収されて三菱東京 UFJ 銀行、はいはい、で、ヤンさんはもう三菱になって久しい時間が経って入られたんですね。そうですね、収支納めた後に銀行に入社してで、まあ、松原さんとはもうダブル後輩になったわけですね。そうですね、早稲田と銀行のダブル、ね、ご縁もあって、はい、それで、まあ、その後辞めて、はい、今カード屋さんでしょ。今カード屋さんやってますねカード屋さんとか飲食店経営とか、はい、映像の制作 YouTube 関係の仕事とか、はい、すごく幅広くやって、皆さんか分からない中で英語の先生もやりたいなと思って、で YouTube ではなんか大体開封してますしね。そうですね、これ買ってきたんですよみたいななんか食いながら配信してますよねあれ見てるんですからね僕意外とみんな見てらっしゃるんで、はい、下手なことできないなと思って僕あの大体 YouTuber たちの知り合いの人たち配信してる人は見てますありがとうございます、はい、これ編集しながら見てるんで今日の夜食はこれかとか食ってるものも生まれてるっていいんだよスパチャしてもね、スパチャしても煽っていかないとスパチャしてもらってるそういう感じでじゃあ、はい、今後はピースですね。そうですね、はい、じゃあ動画にいろいろ出てきてくれるってことですか。そうですね、やっぱりヤンチムさんの観点でやっぱり今の大学受験の、はい、まあ、入試問題をメインに聞いて込んでいただこうかなと思ってます。なるほど、じゃあそのネイティブ的な感覚と、はい、この入試問題の両方の切り口でやっていくって感じですね、はい、じゃあ分かりました、はい、それのこれから見れるって感じですね、はい、じゃあとりあえずいつトイック受けるんでしたっけ。いつトイック
トイック、トイックって 何ヶ月に1回やってるんですか。1ヶ月に1回、毎月やってる。10月は2回やってますんで、じゃあ今後、まあ、期待ということで、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今僕が首席講師を務めますベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。 TOEIC で言うと800点まで、英検で言うと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また個別メッセージをいただけますと僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて登録よろしくお願いします。